新海清水道場の猪木翔です。岩本光成です。今からクールダウンします。最初に、足のクールダウンをします。両足を持って、細かく、筋肉を振ることで、血液を貫流させます。で、筋肉を揺することで硬くなってしまった筋肉が、ほぐれてくるのでしっかり細かく振ってください。はい、大体30秒ぐらい。はい、しっかりほぐして。はい、ほぐしてほぐして。次に、上半身の、クールダウンをします。足と同じように、手も細かく両手で持って振ってください。血液を、心臓に返すようなイメージで、やってください。で、寝てる人はリラックスして、全身の力を抜いて、筋肉をほぐしましょう。はい、ほぐして。はい、最後に、各体の関節を、もう一度連動させて、終わりにしたいと思います。手を広げて片方の手をしっかり曲げて90度に、でこちらを軽く押さえてあげます。で、押さえた方の足を、こちらの伸ばしている手の方に向けて一気に体をひねります。それによって肘、肩、肩甲骨、腰、股関節、全部の関節が連動します。10回行ってください。足が上に行けば行くほどいいと思います。はい、OK です。この、クールダウンをやることによって、ハードな練習をした後も、次の日に疲労が残らないで、しっかり怪我をしないような体になって、いい練習が日々できるようになると思います。体のケアというのは非常に大事なので、毎日やるようにしてください。最後に深呼吸をして終わりましょう。はい、深呼吸。大きく1、2、3。はい、以上です。